皆さんこんにちは。今ポケモンセンターに行ってきました。さっきまでポケモンセンターに行ったんです。東京ソラマチのポケモンセンターに行ってきました。ちょっと1個だけ買ったんですけど、それを皆さんに紹介できたらなと思って動画にしました。よっこいしょ。ずっとこれ欲しかったんですよ。いや、このこういうタイプのお皿、あ、お皿って言っちゃった。じゃじゃん、ケーキスタンドです。最近出たのかな、多分2月3月になって出たのかな、2月かな、ちょっとわからないけど、最近出たやつで、残り何個だったかな、あんまり残ってなかったですね。ほっほっほ、これは何かと言いますと、ケーキスタンドなんですよ。あのケーキスタンドってアフタヌーンティーを楽しむときに使うスタンドなんですよ。ちょっとすいません、うちの犬が、ちょっとやめて。じゃじゃん、見えますか？うるさい。 1,2,3,4 匹、ぽっちゃま、こっちにもポッチャもいます。なんかこのブルーのシリーズでいろんなもの売ってました。キッチン用品とかメモ帳とかアクセサリー入れみたいなのも売っていて、私はケーキスタンド買ったんですけど、本当はケーキ皿も欲しかったんです。やっぱこれ買ったらケーキ皿とマグカップとソーサーも欲しかったんですけど、スカイツリーには売ってなかったです。でまあこれだけでもいいかなって思って買っちゃいました。いくらだったの、4000円ぐらい、3900いくらみたいな。わお、結構本格的に組み立てる感じ。ネジとかついちゃってゲロゲロ。ネジと、んこれでかい方だから、これこうか、ん瞬材で、これをこう入れて、こうでいいのかな、こうネジやって、これクッション材入れて、でお皿を置いて、おでクッション材を置いてですかね。でポケモンセンターではこれディスプレイしてなかったんですよ。なのでそのお皿の感じとか質感とかわからなかったんですよね。ですけど開けたら、わあかわいい、しかも結構お皿ちゃんとしてます。かわいい、これはもう大満足です。いつかこのケーキスタンドを使ってアフタヌーンティーセットを作りたいなと思います。なので楽しみにしててください。ではでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンを押していただけたら嬉しいです。ではではまた、バイバイ、ありがとうございました。